僕の声は調整できないけど、みんなの声、こがらでいいね。一応これ、僕以外のボリューム、調整できるけど、こんなもんでいいか。大丈夫。いい感じまあ、何かあったら言ってくれるコメントなんで。まあ、今日前半はコメント欄見ながらやるんで。まあ、あの、配信してると多分僕しかいないから、今日だけコメント欄見てもいいでしょ。まあ、お祭りなんで、最初は <laughs>。 私はお祭りなんで、ねえ、いかんせん初めてのアプリなんで、何かリスナーもわかんないことがあるかもしれないんで、コメント見ながらやりやす。あ、おはようございます。メラクトシムです <laughs>、えっと。えっと、えっと、ウいナイが西を出た場合は、ウいナイが西を出たら、レノン出てきてほしいです。西を出えへんかった場合は、レノン。 でお願いします。チャットしようあるんだよな、ちゃんと。例のだからでなって言ってるやん、9番さん。6の、9番さん。正直、あんまりよくは思わないんで、6番はあんまよく思ってないです。お願いします。はい、えっとまね、お,願いしお願いしますえ。村人陣営です。6番さんが占いし、で、9番さんが例のノ・シャーハークです。まあ、特に。 いうことはないですで本で学ぶ使用もらべたし思います、はい、僕霊能者ですまた霊能者になりましたまたはい。<laughs> メーター発言もありますとはい、はい、まあ、6番さんと9番さんが占い霊能ということで僕はね1周目から使用してきて欲しい派の人間なんで非常にいいと思いますまあ、7番さんは結構嫌そうにしてましたけどまあ、霊能が1周目から出るっていうのは僕はいいと思いますけどねだってこれでね9番を疑う必要がないし 占い師が間違えて霊能者を占うったこともなくなるんで、はい、7番とは考え方が違うかなって僕は思いました。はいただの変哲もない村人。いいよ<の> <laughs> 私村人で,いやもうです <laughs> であの4番さん、巨人ってあんまり出ない方がいいんですけど4番もこれとしてほしいんだよ。 えっと、よしよし4番さんは6番さんの占い師守ってください。お願いします。いいよで、うん、私は6番さんの占い結果を聞いて何か,なんか決めようかなって思って今 <laughs> これ普通にシロップっと、借人ってやってるんですけど、ちょっと。借り人銀行を紛らわす嘘なんですよ、ちょっと。いいですよ。とりあえずこれはスキップでいいと思います。 あら <laughs> これちょっとね惜しいねちょっと村人がめちゃくちゃ不利になったかも霊能の彼人とし占い師村人側のねあちなみに僕村人陣営でーす村人側のね希望がもう3人が全員出ちゃったんで多分この村人もやばいやばい状況で僕も奈良さんと同意で霊能者出てこなかった方がいいと思ったんですよね彼人も。 うん、新しい。どうも私は占い師です。小番さん占った結果村井。ああご一緒出てんのこれまずいな本当に。では次どうします。冬 <laughs> に白っぽくで負けそう。に対、まあ、してですが自分がまず出てこへんで欲しかったのは一、まあ、週目ではさすがに出てほしくなかったですね占,占いが二人以上出る可能性が全然あったんでね。えー まあ、まであっぱ負け別に。同じではあるんですよね。とりあえず、6番占いならば、まあ、とりあえず、ゴ指シドは把握 <laughs> 占いならば、もうちょい、なんか、どこらへんがいいかとか、一瞬まで一旦言っといて、一瞬で確定させた方がかったかなって思ってます。うーん6いくよ、6、9死んで、4番前何言ってるかちょっとよくわからんかった。<laughs> うん楽って任せることになるけど、<laughs> それだけ伸びなさそうな2号23号とかかなって思ってます自分は。うんお願いします。確かこれね5。5じゃないか23か。スキップが多かったらスキップなラン、うん、はいお願いします。釣れなしになるっていうか。えっと6番さんがまあランダム占いで5番さんが白っていうのは把握しました。 四番さんはなんか紛らわせるためとか言ってたんですけど、ちょっとそれはよくわからないな。って四番つろうぜ。<laughs> で、<laughs> えー、ガチで誘導するか。九番さん、マヌレの霊能者に対しては、まあ占い師が対抗でなかったら、まあちょっと出るのは早かったかなってか。四番多分村だから、ガチ誘導しようぜ。おとらげなく。ちょっと出るな、早かった。<laughs> どうしよう。<laughs> スキップではいそうですねまあ僕が気になったのは4番さんの発言で、まあ、村を惑わせる狼を惑わせるっていう発言があったんですけどこれ結構怪しいかなって思うんですよね。だって惑わせてて得するのって人狼側じゃないですか、ね、人狼は盤面が見えてるんだからでも我々村陣営って全く分かんないわけじゃないですかだから惑わせるっていう発想が僕は人狼かなと思ったんですよね。 はいとなると八番さんがその指摘ができていたことから僕は八番はとても白っぽいなと思ってます。投票は四に入れます。<laughs> 音投げね。<laughs> <laughs> さあこれが通じるか。いやわかんないよ。これういう俺が白かもしれないよ。一番さんと同意見で。お。五番さんの発言がちょっと怪しいなと。<laughs> 音投げない <laughs> で。で六番さんの占い結果で五番さんは白。 で、この村んも対抗出てないから、白と見ています。で、九番さんも、多分もう白、確実ですよね。なら、私はもう四番さん、釣ろうかなとは思っています。よしよしよし、この村すぶすべ。ごめんなさい、ちょっと。でも、勤労ではないとは言っときます。いや、本当に心が痛い。ま、怪しいと思うな、釣ってください。本当ごめんなさい。まジで心が痛い。あ、ちょっと、一後ろ見てほしい。はい ああえー、ちょっと4番さん本当にとに仮人なんですかもう仮人っつっちゃったらもうほとんど村人終わりなんですよ本当にとに仮人かちょっと悩ましいんですけどなんでか自分がちょっと動画見てる間になんか勝手になんか4番さんが何かでかかんちみたいな感じだったん動画見るですけどちょっと申し訳ないんですけどうん,うんえー、っと4番さん仮人って書いてますけどなんで仮人を釣ろうとするんですかね なんか一番さんがジェンーをまとめるなんてなんちゃら言ってたけど、全然全然おいしい発言じゃなくねえけ。お鋭い。うん。おいしい発言じゃないんで。うん,う,んうん。ここは僕スキップしたいと思います。いや、鋭い。それで申し訳ないんですけど、一人 <laughs>、強プレイヤーが紛れ込んでやらった。い一うん。えっと、私は。 夜に4番さんを、4番さんを占いたいと思います。What? いいね、占いキャラみんながめちゃ,くちゃい,いや、4釣りてえな。いや、俺は許さない。釣る。よ <laughs> いや、釣りよ、僕は。いや、4人狼でさ、なんか、アーマーレス村を、まあ、人狼を惑わせるみたいな。人狼で呼ばないと思うんだよな、その発言。 いやー、釣れねえか。く <laughs> 危険多すぎ。<laughs> 釣れねえかー。えあ、揃えるんだ。あ、そうなんだ。本当ごめんなさい、紛らわしいこととか言って。ちょっと本当にあ。危険か。人狼に襲われ、襲われたら、終わると思って。隠してたんですけど、本当。仮人でした、ごめんなさい。え。<laughs> <laughs> <laughs> あ、やばい。これ、ましでこれ。 まずいかワンチャンこれ誰かから俺訴えられるか4番の親から訴えられるかもしんない大丈夫かなあ俺危険だから普通に投票法規扱いってことかあ,あそういうことかてっきりこれだったら俺スキップになるのかなと思ったけどえだったらスキップしますって言ってる人はどういうことスキップしたら結果人害の表で村釣れるけど ね、てっきりみんなスキップしますって言うから、危険が多かったら誰も処刑されないのかなと思ったけど、そんなことはないんだろ。よっしゃあ <laughs> !6 番亀 !6 番亀るけ、人狼 <laughs> 俺のメラマジで間違っても <laughs> なんか一番発言伸びるからこいつ殺そうみたいな。ほんとやめてくれ。占い師ようかもわざわナイス <laughs> <laughs> あーまあ、4問かけうとかくてやったんかな。<laughs> で、うん、とりあえず 5, 5番6から仕だされてるから5とあと9番、まあほとんど頼りないけど9番で決めてくれればいいけどグレー行くならグレー行くと行くならというか行くしかないけど。いやもこっから問題だな。行くなら、うん。登場的に1、3くさいよな。かなって。 発電がほとんど伸びなさそうなとこかなって思ってます。えっと、ま、あさっきの2番入れたのは6番が今日4番占うんやったら、あの、他の怪しいところ入れとこうかなっていう感じで2番入れときました。うーん、正直、う年生 1>, 1番はない、狼ないかなって正直思っているところはあります。 うん、三八。あ、うるさい、うるさい <laughs> え。えー、っと、まあ、六番さん、やっぱり。殺されちゃいますよね。まあ、四番さんが本当は何だったのか。あ、でも、霊能者さんの九番。さんに。まあ4さん、四番。七ば村から。きっと、本当に、借り人だったんでしょうね。うーん。まあ。今、怪しいっていうと。五、まあ、は確実に白角で。一番さんもきっと。 いやでも兄さんに狼はおるやろ。ないと思うので兄さんがちょっと怪しいかなって思ってます。発言そんなに少なくてごめんなさい。<laughs> ははい、ええー。4番さんは村人陣営です。ね。<laughs> このままだと人狼が僕にこ、<laughs> 僕に殺す <laughs> されちゃいます、ね。怖がってる。ねえ。 このままだとちょっとやばい気がしますいやそうですねこれとても変な空気になってて4番さんって仮人だったわけじゃないですかだから僕ってやらかしてるんですよね僕が間違えて仮人を処刑しちゃったんですよだから村人だったら僕のこと怪しく見えると思うんですよねあこの人仮人処刑してるってなって でも7と8って僕をあんまり狼っぽくないって言ったじゃないですか結構ねこれ僕の白が見えてる発言かなと思うんですよね。なんとかして僕の投票を取り込もうみたいなそんな空気を感じました。今日は7番さんで投票します。<laughs> <laughs> <laughs> 言いたいた放題 <laughs> <laughs> マジで言いたい放題だろちょっと私も1万3んと一緒にちょっと4万3ん倒としてしまったんですけどすんでそうだよなで4万3000が何だっけ、まあ、あのなんか騎士でうん本当の騎士で多分もう騎士いないからもうれ霊能者も無理していないんですよだからもう次の夜には多分もう9万3 0やられてると思うのでこれもう市民と人狼だけすごくきついんですよね だから私、本当に白かなと思ってるのは一番さんと七番さんと五番さんで2番さんと8番かなっては私は思ってますンブ、ま、い三番村っぽいやばい三 <laughs> 村っぽいぞ <laughs>、えーえー、まずいとりあえずでハ的にもシンでハチでハチりでいいんでしょうかシンでハチブラシ番投票しますシンでハチブラシ番さんともラシンでハチブラシですねはい もうだから言ったじゃん、もう4番絶対借り人だってさ。ず <laughs> っと振動してるけど。これ入れてたっけよ。わかんないサンブラっぽいけどな、今の。うん、わこれ。でも村人ちょっともう古いになったしっね。うもう3人出てきただけで普通はお豆腐なのに。ういや、借り人になっち張っ,って欲しかったな。なっ借り人だけでも来てたらもう、よかったわ。しょうがないわ、これは。も、ま、う、あ、責任もこっちにもあるしね。いや、もうちょっとあそこで俺借り人、 これ以上。なので、釣らないでくださいって。一応してた方が良かったんですかね。わかんないけど。うん。自分もう八番い7。いや、なら、いや、ならでいいかな。いや、正直ね、七八分かんないんだよね。七八どっちも人狼あるかもしれないけど、でもさすがに二三の方に人狼一匹がいると思うから。七処刑じゃない。まずは。ああ、八番死んだ。まずいぞ、これ。 いやーどう8番どうなのはい、えー、村辺とじいいい村とささんきついと思いますが頑張ってくださいあー遺言だけだったら黒っぽいな。でね、まあ、今日は多分9番の霊能をか噛んでくれると思うんだけど問題はその後なんだよね。いや今日さ5番釣り押さねもう。この部屋だったら何でもあれだから今から俺5番釣り押すわ。 <laughs> もう5番つろうぜ。最悪それで負けて俺が死んでもいいから。もうお忘れたから今日は。もう本来だったらやばいけど、もう5番つろう。強靭塗りして。いやでもワンチャン噛まかれかねない。みんなから白いって言われてるから。いやでも先にさすがに確定レイノを噛むだろう。さすがに僕っていうさ、発言が強いグレーよりも、 でもガオカメだったらワンチャン僕のこと噛んできそうなんだよな脅威神でーああ優秀すぎるはいそうですねとても難しいうん僕ねでも5番スターは結構強靭かなって思ってるんですよね 番番ささんんを釣っったた後に5番さん言ったじゃないですかほらだからやっぱり4番は釣っちゃダメだったんだよって言って確か5番さんってスキップを主張していたじゃないですかでも誰も処刑しないと人狼ゲームが始まらないわけなんですよね。そのれ釣,っっ釣らなかったら2日目以降も4番が白か黒か分かんない状況でゲームをねしていくことになるんですよね。 だから、先延ばしにするだけなんですよ、スキップっていうのは。だから、結構、僕五番さん、強靭かなと思ってるんで。今日は五番さんに投票します。さすがに通らん。さすがに通らない。無理があったか。しら<白>。<laughs> <laughs> <laughs> うんちょっと私一つ言いたいんですけど、うん、あの二番さんあの全然話さないでなんか私投票してたんですよさっき前のやつさすがにバレたでなんか私の怪しいところあると思うならちょっと二番さんなんか発言してもらっていいですか三絶対村やんけ <laughs> 私なんかもう八番さんが多分もう人道じゃなかったかな分からないんだけど多分人道三村やんけ もう九番さんの霊能者やられたらもう、どうしようもできないから。これは村。これつった方がいいのかな。やばい、やばい、やばい、やばい。一番さんが、五番さんというなら。もう、話どんどん進めて、なんか。多分、もう白かくってなってる、一番さん。

人狼ゲームが始まらないとかそういう問題じゃなくていいですか村人は村人順位が勝つようにすりゃいいんですその通り意味わかりますよねわざわざ仮人看板出してる人をわざと釣るってそれは嫌だと仮人看板出してるのになんで釣れなきゃいけないんですか人狼ゲームが始まるとか始まらないの問題じゃなくて市民が勝つようにすりゃいいんですよ村人はマジでそれ ね僕はそれを発言しただけなのになぜ疑われないといけない <laughs> すげえ口止まるなそい,いわからないんですよね <laughs> 始まるとか始まらないの問題じゃなくて勝つようにすりゃいいんですわかりますか <laughs>、はい、人狼界隈の希望だもんね、えー、ずっと同じこと言うな <laughs> もうなんかうんそんな当たり前のことを言うなずっとねなんかとりあえず強順出て強順出て強順出て早く強順出て,今日順でていやこれどっちだ、えー はい、巨人出ろよ。は番では絶対ないと思ってるから。え<や>ま、あいいか、巨人おら,おらんねやったらいいや。うん。ててね、語れないよな。今うん。あ、七番人狼なんだ。出た場所とは違うに、枚が渋めさん、狼なんでね。 うん、無理すれへんか、さすがに。自分5番行こかな。おう、まあまあ、5番行ってくれるんだろうここで教授に聞く意味あるんかなって思ういや、り語りがあるからな。5でいいんかな。うん、わからん。5でいいんかな。いや、まあ、5すれるんなら、ででろ。デデ 2>, 2番はちゃんと発電しようね。うん、それ以上かな。あ、だか7番狼だったんだ。ごめん。俺、昨日七7番にれちゃった。危ねえ。<laughs> <laughs> すまんすまん。78ね分わからなかったんだちょっと。

標準で変化った場合はね、さっきみたいにねもう、まあとに、うん、そこの残り見舞いの場所やとくるっていうこと発言できるからねありがとうございますやばい <laughs> めちゃくちゃ上手い狼いるンロー <laughs> <laughs> あんレベル高いな、この村ア <laughs> ンローマジ うまいの <laughs> ほんで2番村でくさ <laughs> <laughs>